はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、茜の手編を書いていきたいと思います。茜はユイさんがリクエストくださいました。リクエスト本当にありがとうございます。推しの子のキャラの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。ではまず輪郭から書いていきます。顎は結構シャープめに作ります。で、この真ん中に線を引いた時に大体左右で対称になるような形で描くようにしてください。このあたりは詳しくは輪郭の描き方講座で解説していますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけたらと思います。で、この真ん中に線を引いたところに鼻が来るので、先に鼻を描いていきます。ハイライト。で、目はまず前をまつげみたいにシパシパってちょっと足します。で、ここからくるくるっと、瞳を縦長の丸でちょっとピクッとさせて、で、下のラインをグイッと下げて、で、この上のラインに続くようにピッと上げていきます。で、まつげシパ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 と、で、目に星を描いていきます。茜の星はアイとかアクアルビーに比べてちょっと細めです。で、こうつながってきて、で、ここにちょっとハイライトが入って、で、上に1本上のラインに沿ってフライを入れて、で、ここに楕円を描きます。で、ここにもハイライトが入って、くる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 、黒くしていきます。で、二重のラインで、まつげしか、で、眉毛は目の上のラインからちょっと斜めに上がったところかな。右目もまず前にシパシパちょっとさせて、一本このまま長めに出します。で、くるくるくる、で、縦長の丸で瞳を描いて、で、下のラインをちょっとギュッと上げて、で、こっち上のラインに続いてくるまつげシパシパ、で、こっちもシパシパシパ、で、目の中に星を描いていきます。で、こうつながっていって、ハイライトが入って、こっちにハイライトを入れて、で、ここに上のラインを描いて、ここに楕円を描いていきます。で、下くるくるちょくるくるちょっと、で、ここくるくるっていきます。で、太いのラインを一つでしょ、しょ、眉毛で、口を横にスーッと伸ばして、で、開けていきます。で、上の歯が見えて、で、下、で、前髪はまずこの右目からスッと上に上がったところから左に流していきます。
で、こうちょっと隙間を開けて、で、左目にかけていきます。顔も横の毛ですね。スーッと一本下ろしていって、ちょっと大きめの毛束で下ろしていって、一本出して、ピットができまして、で、上に上げていきます。で、もうちょっと一本出して、で、反対側、右目側にかけていって、で、上から下ろしていきます。下ろしていって上に上げていきます。ここもちょっと一本ギュッと出して、で、耳が少しだけ見えます。で、後ろに向けるので、で、首は顎からちょっとこっちに寄ったところから出ていって、で、こっちも顎からちょっと下がってたところ、ベストですね。それにちょっと厚みをつけて、で、手を描いていきます。まずここから人差し指が引いていって、爪、で、親指、ちょっとピッと曲げて、で、爪、で、人差し指、爪、で、薬指、爪、小指、爪、で、手のひらに続きます。ちょっとここ線引き汚いので修正します。で、本当は全部描いた方がいいんですけど、もうちょっと見えてる部分だけ描いていきますね。指、
全く違うカーリボンが出てます。で、真ん中の留めるところで、リボン、ペースト、こっちのリボンの方も、で、このベストがこいつに入ってきます。で、こっちはこう切って、で、肩、で、上のラインは髪の毛と重なってないところを黒くしていきます。で、あとはこっち側だけちょっとタッチが入ってるので入れておきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。え、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。